みなさん、こんにちは。しょりちゃんのりみです。はい、というわけで今回はですね、りみの4年生からの筆箱を作っていきたいと思います。イエーイ。ということでですね、今回はね、まあ、前回私が筆箱の中身を作ったんですけど、そのりみバージョンですね。はい、ということで、じゃあまずりみちゃんが4年生から使う筆箱を見せてください。こちらです。水色だね。で、それは秋色とね、うん、今はね、うん、赤鉛筆とね、うん、あの、なんか変な、まあ、何これ、ブロッキーだね。そう、それとね、消しゴム入ってんだよ。これと消しゴムね。これを4年生から使うんですか？はい。でもね、これはね、また後で紹介しましょう。まず筆箱をね、こんな感じのなでこ開くと、そう、めっちゃ使いやすそうじゃね。じゃあまずね、消しゴムとかも紹介、また後で詳しく紹介してほしいので、はい、次にね、この筆箱に入れるものを紹介してください。はい、定規。で、まず定規ですか？定規はね、三角定規。お、出た、コストコ。これはあのコストコのレジとかによくあるような形の定規です。これ私去年ピンクバージョン使ってて、すごい可愛くて、うん、1年ずっと使ってたんですけど、本当に可愛いです。これ狐のマーク、うん、そう、これすごい立体になっててですね、こんな感じで、こういう感じでね、引く感じで定規、可愛い。はい、次、鉛筆。お、青ですね、またまた。今回リミは青で統一してるんですか？そうです。こんな感じのね、動物カラー、動物カラーっていうのも変か、動物柄の鉛筆ですね。これを6本ですか？5本。はぁ、なるほどね、なるほど。これも同じ柄？そう、セットにしたんだ。うん、本当はね、うん、緑のね、あの普通のクマとね、誰だっけ、なんかあともう一つの動物いたんだけどね、うん、けどね、やめたの。そうなの？緑だから。そっか、青で統一したかったんだ。うん、青を貫き通したと。そうなんです。じゃあ、あとね、ざっくりその消しゴムとかも紹介してくれます？これはね、うん、友達からもらったやつ。これ友達からもらったんだ。そう、またリミちゃんが好きそうな動物と青ですね。そうなんだ。うん、あと赤青鉛筆、このね、キャップはね、うん、1年生の頃から使ってるから、バッキバキで。本当だ、なんかテーピングしてある。赤鉛筆ですね。一回割れたんだよ、これ。そうなんだ。すごいね、ずっと使ってるんだ。そう、これ。マーカーですね。これは私も全く同じの使ってます。ブロッキーです。これ可愛いよね。本当にブロッキーが可愛い。でも本当にこれ水性だから、油性を使ってくださいってなった時は友達に借りるよね。油性使ってくださいって言われるの？いや、かけないといけないじゃん。水性ってさ、ほら、強化油とか水性をかけないから、水滴は友達に水性を書いて。くずばきで
筆箱に中身を入れていきたいと思います。はいはい、というわけでここからはね、志保の手持ちカメラでいきたいと思います。じゃあ中身を入れてってください。入るかな、入んない、斜め斜め、削ってないと入んないよね。私の時も削ってなかったので、鉛筆じゃないや、後で削って入れよっか。見てめちゃぴったり、ほんとだ、ぴったりに消しゴムをそこに入れるのね。キャップもそこに入れるのね。そこに入れるんだ。なるほど、ポケットは名前ペンと赤鉛筆なんだ、うん、なるほど、完成ですね。早っということで、リミの4年生から使う筆箱完成です。はいはいはい、というわけで詰め終わりました、ね、はい、ということで完成ですね。はいはい、じゃあリミちゃん閉めちゃってください。はい、というわけで今回はですね、はい、リミの4年生から使う筆箱を作ってみました。はい、それではバイバイ。バイバイ。今回私手だけ登場ですね。See you! バイバイ。